ラシックマイソング。こんにちは、ローザンです。今回の曲は窓を開けるぞという曲なんですけども、結構学生時代はこう見えて真面目に過ごしとりまして、結構委員会入ったり生徒会やってみたりとかなんかいろいろしとったんじゃけど、なんかこう今は時代が変わって教室とかにクーラーついとるもんじゃと思うんだけど、もう私の時まだ なかった時代で、でもすげえ寒いし暑いし、でも職員室だけはクーラーガンガン暖房ガンガンみたいな、それがその真面目ながらに許せんくって、でもおかしいじゃないですかって言う勇気もないから、その時学習委員いう次の日の時間割とか宿題を職員室に聞きに行くっていう係をやっとったけ、その職員室に入れるっていう特権を生かし、先生が昼休みとかでおらん間に職員室の窓を開けて回ったことがあって、その時の気持ちを歌にした曲です。そのまんまなんですけど、はい、窓開けるぞという曲を。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。